前です。とても転びやすいんで気をつけてください。最初より多いんだ。素晴らしい景色でしょ。あれ、イガオのプリっぽいっすね。なんかそうだと思います。違う、そんな気がするんですよね。あれ奥が寄ってたんで。登れっかな、本当に予定さん。すげえなんか体力っつうかね、すぐ持久力がなくなっちゃったかな。休めば登れるんですけどね、だから早くは登れないです。うわ、うわ怖っ。笹のとこ歩かないぐらいです。穴になってた、崖になってた。ちょっと、今10時35分頃、10時40分ですね頃出たんで、11時40分か。間に合う、午後の4時には間に合いそうです。ちょっと楽すぎたかもな。登りがきつ、結構きつかった。やっぱ頂上付近だから多分おそらく9合目か8合後半ぐらいのとこからスタートって感じですね。ガレバーっていうかね、岩だらけのとこ。ちょっと子供だったらきついかな。楽だけど、楽っつうか、すぐ終わっちゃうけど。よしと。私あんま高山に強くないんだと思うんですよね、すぐ。山登ったらね、必ず頭痛くなるんで。気圧の関係かもしれないですね。結構ね、かぶれるなんか草がいっぱい生えてたから耐えてたけど、気をつけないとかぶれちゃいますね、これ。ここもなんか山菜取ってるんで山菜取れると思うんですけどね。下山こんな感じなんだよね。参考にしてみてください。お子様と来る場合はね、靴がしっかりした登山靴をおすすめします。ガレバメインなんで、滑りやすい、雨降ると滑りやすいと思うので、ここは、ね、気をつけた方がいいです。いやー気持ちいい。暑いけど気持ちいいわ、やっぱ晴天は。今日予定山登られてる方は最高ですよね、多分。
ム。どうやって来たっけ。一箇所すごい場所あったんですよね。よし、ここか。ここすごいですよ。子供も来たいっつったけど、今日はちょっと早く、時間があんまなかったから。ここちょっと寝不足がついてて、すごい体調が良くなかったんで、なんか具合悪かったんで、ね、胃腸炎だと思います。なんかね、息苦しくて、なんかの病気かなと思って調べてたんですけど、私逆流性食道炎のね、一応薬飲んでるんで、ちょっとね飲み忘れてることが多かったな最近。そのせいで悪化してたのかもしれない、悪化しちゃったのかもしれない。ちょっと飲むタイミング、寝る前に飲むようにしてますけど、忘れてたな。あ、でも胃腸炎だ。胃腸炎になってましたね多分。ちょっとお腹下してたんで、でお腹の張りがあったからミスった。こっちか。めちゃ歩きやすいです。あのモンベルのねハーフパンツ登山で買ったんですけど、あれもね足の摩擦がすごくて、で私ねあの短パンみたいな薄いやつ買ったんですけど、あれ薄す、なんかちょっと恥ずかしいんですよ。まあ、あれもまあねストレスフリーのね、足動かすの全然苦にならないけど、まあね、ミリタリー系で探してるんでね、これがベストです。521のパンツ、1のショーツね。あ、これがねすごくいいです。これで予定図登ります。あれ、ここだっけ。あ、ここだ。あ、これ階段か。なるほどね、階段なんかの看板だと思ってた。すげえ助かるわ。そっちから降りたが、さっきのそっちから降りてね、すごい1メートルぐらいあったね、なんか80センチぐらい。いた。これ足ひねっちゃうっていうの。私の足首柔らかいんで、あんまし捻挫はしない。グニグニなんだ。陸上では良くないんですけど。怪我はしない、あんまり。ここ。よいしょ。登られる方が、それか山菜採りか。これから登られるんですね。ちょっとはお昼ぐらいに着きますね、大体。お昼ちょっと前だ。ちょうどいいですね、お昼。私は朝ごはんも兼ねてるの、ラーメンだったんで。よし。お昼ごはんがね、
3時過ぎ頃いただくんでちょうどいいかなと思って。よいしょ。すげえ山菜とってますね皆さん。よいしょ。下山はね、体力があると楽ですね。まだそこまで足の筋力使ってないんで余裕があります。ストックが欲しいけど。いいでしょ。このね、3リットルの持ってく理由はね、まあ、水の無駄遣いができるというね、贅沢にね、冷たい水を飲めます。贅沢に。まあ、重たいけど、トレーニングなんでね。よいしょ。これトゲ、いって、トゲの葉っぱ、めっちゃ生えてますか、トゲの葉っぱ。
チェヌプリなんか反対側のルートあったんですけど、あれは どこに繋がったの？腸炎か。いや、何かの病気かと思った。よいしょよいしょ。よいしょ。下山は来るね。道と呼べるのか。決していいとは言えない道ですね。あっと、決して、ね、油断してはいけない山です。危ない。怪我したら結局遭難になっちゃいますからね、小さい山で。よいしょ。
このまんまの登山靴ね、ちょうどいいと思います。あの値段の値段と性能、あ、性能もちょうどいい。結構なんか、もうそろそろ行け、よいしょ。いや、本当にこの分フランス軍の五人小靴超いいわ。一個買うわこれ。はあ、だいぶ降りてきちゃうし、もうちょっと上手になっていきます。もう着くわ。ちょうどいい。
中入って山菜撮ってましたけど、すごい、ど根性ですよね。中にね、タケノコが入ってます。タケノコかな。これも入ってるけど、でかすぎるんだよ。これもちょうどなんか、やばそうですよ。ちょっともらっていきますか。あ、硬いの。硬いの。すみませんね、やっぱり。なる。あ、いいのあった。よし。3本ぐらいゲットします。ちょっといただきたいと思います。家帰って疲れた。こんな感じです。私の何も見えます。4本、あと1本で家族分です。そんなにないかな。あった、こちらも。で、あー、いいね、切っていった。よし、5本いただいて帰ります。